やっぱ衆議院選挙からの日程があの短いっていうこともあって正直そこまで、まあ、いつもですけどそんなに盛り上がっている感じはしないしまだ参議院選挙があるっていうことに気づいてない人はすごく多いと思っていてこう分かりやすい、えー、なんかこう論争みたいなものにはなかなかなっていない気がしてそういう意味で難しいなというふうにあの思って いますうんやっぱ選択的夫婦別姓とか同性婚とかそういうか本当に自分たちの問題やはり20代にとってはこの3年6年が本当に重要みたいな自分がこれから結婚しようと思うかもしれないこの数年の間に変わるかどうかが勝負みたいな問題については結構なんかその自分事になっている人にとっては本当に今変わってほしい問題だよなっていうそういう感覚が ある日常自分だったり友達との会話の中で「えこれおかしくない?」って出てくる話題の一つが緊急避妊薬の話なのかなというふうに思っていてやっぱり当事者としてよく利用する年代は、まあ、高校生とか大学生とかあと20代30代40代くらいのかなってなると思うんですけど特に女性が使うけどその意思決定の場に全然女性だったりこう当事者の年代っていなくてでなんか勝手に悪用するんじゃないかとか言われてしまっているみたいなので、まあ、結構その意思決定層と自分たちの話題っていう かかなりかけ離れてしまってていいるテーマななのかなという,ふうに思っていてこの話題をどういうふうに考えているのかが可視化されるっていうことはなんかこう私たちの年代にとってすごく関心があったり身近な問題をそのまあ基本政治家の人たちで候補者とかって上の年代が多いけれどもどういうふうに見ているのかって男性が多いけれどもどういうふうに見ているのかっていうのがま見えるんじゃないかなというふうに思って1個今回入れました。 で正直今日本政府が作ってるその脱炭素に向けた2050年までの,そのゼロエミッションの計画見たときにまだ全然実用化されてないような技術に期待してそっちに多額の投資をして結果その既存の石炭火力産業とかをこう生き延びさせるような補助金に変わっているっていうのを見たときになんかそれが本当に2050年になったときに振り返ってみて30年前に正しい選択をしたっていうふうに本気で思えているのか2030年までに。 いいい半減にはしとかななななきゃいけっっってててる中で、その道筋も立ってないよくねなんか若者の投票率が低いことやっぱ若い人は政治を自分ごとに捉えてないからって言うけどなんか本当に候補者というか今の政治家の人たちがこの2030年2050年の,その気候変動だったり日本の立ち位置みたいなものを自分ごとにしてくれてるのかなっていうのはなんか不安に思ったりします。 その被選挙権が引き下がったことによって一気に国会議員の中で20代が増えるのかと言われればまあ数名の話だと思うんですけどでもなんかその人たちがいることによってその発信があるからすごくその政治が自分たちの世代にとって身近になるっていうのは起きるだろうなというふうに思っていますこれだけ少子化とかやっぱり問題って言われてなんかその結婚する人が少ないとかなんか言うけどやっぱなんか。 みんな想像でやっちゃってるからなんかこの当事者の人たちが入れる余地ができることによって議論が深まるっていうことは絶対あると思いますね。